役に立ったのが水ガラスというものでした。で実を言いますと、ここにその水ガラスを持ってきましたので、ちょっとこれから、実験をしてみたいと思います。ここにありますのが水ガラスなどが入っているものなんですが、この中には酢酸とか硫酸が少し入っておりますので、ちょっとこの念のためにですがゴーグルをつけさせていただきます。こちらが反応剤です。でどうやって水ガラスが固まったのかという実験なんですが、よろしいでしょうか。水ガラスがの成分が入っているところにこの反応剤を入れてみます。入れてみます。もう瞬間にゼリー状に固まりました。これが固まったことによってですね、壁のところの穴が塞がったというふうにお考えいただければいいと思います。で上山さんが持ってくれているのが、はい、石が入っているものですね。はい、こちらがその水ガラスを加えたものです、ね。はい、こちらがただの石の砂利ということになります。水ガラスがまだ使われてない前、石だけの場合に、これちょっと色を便宜上テレビ的に見やすくするように青い色になってますが、これは普通のお水です。これを流してみます。下から水がこうジャージャー出てきてしまう状態ですね。漏れてましたね、はい、これが後ろのパネルの最初の段階だというふうにお考えいただければいいと思います。で今度はもう一つ、これここを置いてください。水ガラスを使った後、この部分に水が入ったとしても、このように漏れなかったと。下から何も出てませんね。これでなんとかこの部分がですね固まったということになるわけです。そこに穴を開けたコップに水を流すと当然水はこぼれる。では水ガラスと硬化剤を同時に投入した場合は、実際に水を流してみると、ご覧のように全く水が下に流れていきません。